ネアンデルタール人は我々人類に滅ぼされた。私たちホモ・サピエンスはネアンデルタールから進化したのではなく、別種類の人類である。ネアンデルタール人は我々より屈強で、運動能力が高い。では、なぜホモ・サピエンスが今も生きているのか。それは、噂話をすることができるようになったからだ。ネアンデルタールは少人数で行動するが、 サピエンスは私たちには神様がいると噂話をする。するとそれを信じることで大集団を形成することができるのだ。一対一では勝てないネアンデルタールに勝つことが可能になった。つまり、コミュ力が世界を制する。なので、